全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしてるかな。わしの名前はアーキドじゃ。ということで今回はこちらドンファンを使ってポケモンバトルやっていこうというふうに思うぞ。テラスタイプが地面、持ち物がメンタルハーブ、持たせたポケモンが自由に技を出せなくなった時に一度だけ回復するということで、アンコールであったりとか挑発であったりとか、そういう技を受けた時にこの持ち物を消費して回復することができるアイテムじゃな。で、努力値が HS 物販で、あまり4が防御だね。で、特性が頑丈、 HP が満タンの時に技を受けても一撃で倒されることがないという非常に優秀な特性を持っていて、この HS 物販にはちゃんと意味があって、高速スピン、これを打つと宿り木の種や巻きつく、締め付ける、そしてステルスロックとかそこら辺を弾き飛ばしつつ、自分の素早さを一段階上昇させることができるんじゃな。で、この高速スピンを打って、この素早さに250に振ってある状態であれば、最速のキラフロル、ヒートロトム、ウォッシュロトム、フロストロトムとかロトム系のポケモン、そこら辺も抜くことができるし、あと最速サーフ号も抜けると。で、もちろん最速の海流、まあ今いないと思うけど、そういうのも抜けるようになるんで、実は素早さにがっつり振るのはありなんじゃないかなっていうことでね、この調整にさせていただきました。で、逆に地鳴らしを打つと相手の素早さを下げることができる地面タイプ一致の技となっていて、で、アンコールとステルスロックを採用してます。もうね、いろんなポケモンが採用してるからアンコールの説明はいらないと思うんだけど、相手にアンコールした技を3回続けて出させるっていうね、非常に害悪すぎる技となっていて、ステルスロックを巻いたり高速スピンで素早さ上げたりしてアンコールで相手の技を縛っていくっていう、そういう2チャリ型ドンファンとなっております。ランク配信とかでたまに使ってたんで、ライブ放送を見てくれてる方だったらご存知だと思うんですが、今回は改めてね、動画で使っていこうというふうに思います。果たしてこのドンファン活躍することができるんでしょうか。早速ランクバトルやっていくぞ。ピッピカチュー。マッチングいたしました。相手がドラパルト、サザンドラ、ウルガモス、ナンジャモ、ペリッパ、イルカマンということで、よろしくお願い申し上げます。先発どうしよっかな。ドラパルトから出てくる可能性ってあるんかなって感じなんだけど、ヘイラシは連れて行きたくて、で、ドンファンで起点も作成したいのね。だから、先発マスカーニャ、ドンファン、ヘイラシで行きます。お願いします。さあ、お相手先発サザンドラを繰り出してくれ。これマスカーニャを繰り出していき、まあケタグリなのかじゃれつくなのかっていう話だよな。まあじゃれつく打っちゃいましょうか。ここあいきなり照らしたら切ってくる。マジか、だいぶ攻めてんな相手。あフェアリー照らしたる、フェアリー照らしたる、なんだろうな、じゃれつくで、とりあえず変幻自在になってフェアリータイプで攻撃していく。なるほど、相手は木の実、お盆の実だね。テラバースト、フェアリータイプになってるからワンチャン耐えるとかない。でマスカーに耐久ねえからな。あ、耐えた、えらい耐えたけど、これどの道きついんだよな。まあでもじゃれつくで落としきっちゃおっか。サザンドラは邪魔だし、多分イルカマンとかいるんじゃねえかな。これハラバリーを繰り出してきた。まあ、腹張りにじゃれつく当てて、半分削っていく。あ、これさ、もうじゃれつく連打でよくないか、もう。なあ。かなりぶっ壊してるぞ、相手のこと。ああ、すげえ。マスカーニャ、強え。なんだこのポケモン。なんだこのポケモン、強すぎじゃろ。ドラパルティングが繰り出されてくる。ドラパルトちょっと重いよな。特殊型だときついんだよな。まあ、ここ、ドンファンに引いていきましょう。とりあえず様子見でね。うん、物理型だといいなーと思ったけど、やっぱりたたり目を打ってくる時点で相手は物理型じゃありませんね、これね。ってなってくると、ステルスロックを巻いてる余裕ないんだな。地鳴らし打つしかない。鬼火アード、爆アード取った。さあ、地鳴らしを巻き散らかしていき、まあステルスロックでいいか、ここは。うん、たたり目で落としてくれるんだったら、なおのことよし。で、マスカーニャ繰り出していって、
まあここをじゃれつくでいいですかね。技外しそうだけど。まあドラパルト引っ込めてサザンドラを繰り出してくる。さあ変幻自在でフェアリータイプになってサザンドラを突破していくんですが、ドラパルトが厳しいので鬼火入れられた後耐えるかなっちゅう話だよな、ヘイラッシャが。うん、ただここたたり目打ってくれる可能性あるし、オッケー、全然耐える。であくび打ち込んでそっから起点に仕上げればいいから、あくび打ちます。頼む、持ってないでくれ身代わり。呪い、呪いは勝ったんじゃねえか、さすがに呪いは勝っただろこれ。でここ殴っちゃってよくて、殴っていいよな、ウェブタックルで殴るわここ。あー両刀型みたいですね。オッケー、で次の呪い耐えるし、相手は寝てるからウェブタックルが刺さる。でわしの勝ちかな。オッケーオッケー。まあちょっとね、生かしきれなかったかな。うん、ちょっと生かしきれなかった、あの子ドンファンをね。まあドラパルトの素早さ下げてみたいな立ち回りができたから、まあオッケーかな。うん、対戦ありがとうございました。またしても謎すぎるパーティーとマッチングしちゃうんじゃよなマジで謎すぎるパーティーだな。まあとりあえず先発はドンファンから勝ち込んでいき、マスカーニャは刺していきたい。マリルリとママンボあたりを見れる可能性があるので、マスカーニャを連れて行ってラストがグレンアルマでいいかな。うん、ちょっと不安がありますが、まあこれで行こうかなと思います。お願いします。さあ相手先発オリーバーを繰り出してくれ。わしはドンファンをべちくり投げていき、まあ上からアンコール打つかステルスロック巻くかだよな。最初何やってくんだろう、アンコールでいいかな。ギガドレイン打ってくる可能性あるけど、そしたらえ、わしの方が早いのマジ。ああ力を吸い取るか。じゃあ一生力吸い取ってもらおうかな、相手にアンコール打って。ここここアンコール打って一生力を吸い取ってもらおう。いいんじゃないのかい。で相手は力を吸い取るしか打てなくなってしまう。オッケー、じゃあここをステルスロック巻きましょう。オリーバーってこんな足遅いんだな。勉強不足で申し訳ございません。でサザンドラを繰り出してくる。サザンドラ何やってくんだろうな。とりあえずアンコール押しておきましょう。あー相手もステルスロックを巻いてくる。オッケーオッケー、じゃあここアンコール打って相手をステルスロックしか負けない体に仕上げて、高速スピンでサザンドラを引っ込めて、まあ相手ゴーストタイプいないんでこれ通るでしょう。 OK。 さあオリーバーを繰り出してきた。尖った岩が食い込んでいき、高速スピンで素早さを上げていく。でステルスロックが消え去るのでかなり有利な状況と言わざるを得ない。グレンアルマに引いてもいいと思うけどね、ここね技の通りがいいんで、ここグレンアルマに一回引きましょう。行けグレンアルマ。エナジーボール打ってくるよな。オッケーオッケー、効果は今一つのようだ。波動弾とりあえず打っときましょうか。交換も考えてオリーバーを引っ込めてくる。いいよいいよ、ママンボウを繰り出してくる。さあママンボウに尖った岩が食い込んでいき、波動弾を打ち込んでいく。大したダメージにならずということで、ここマスカーニャでいいかな。任せたマスカーニャ、願い事守る持ってそうなんだよな。まあトリックラー打ちましょう。ここ守る持ってそうだけど、ママンボウ引っ込めてオリーバーをまたしても繰り出してくる。ステルスロックのダメージがべちくり入っていき、トリックフラワークシャテラスタルぶち込む。さあ効果は今一つのようだ。これで願い事が収穫じゃねえ、このオリーバー多分。収穫型だろ、多分。
多分そういうことだよな。うん、あそこでケタグリ寄せてたらな、もうちょっと話変わったんだけど。まあここドンファンに引きましょう。行けドンファン、ね、力吸い取るとか一生やっときな一生やっときな。アンコールをしとこう一応ね。さすがにオリーバー引っ込めてくる。さあザンドラを繰り出してきて、まあ悪の波動とかだと思うんだけどね。うん、とにかく時間かかるな最近のポケモンバトルは。アンコールでいいです。ここ身代わりを使ってくるが、残念ながら身代わりの上からねアンコール刺さっちゃうんすよね、これね。困ったことにね、うーん、鋼テラスタルだと思うけどな。それか毒、どっちかだね。まあ、ここ高速スピン打ってあげればいいんで、サザンドラの上取れればアンコール打てるようになるから。まあサザンドラ引っ込めてくる。ママンの棒を繰り出してきて、高速スピン打ち込んで素早さを上げていく。相手ゴツゴツメットか。もう一回できれば高速スピン打っておきたいんだけど、もう一回高速スピン打つか。さあ素早さが上がっていき、渦潮を打ってくる。まあ最悪ここドンファン死んでもいいかな。アンコール打ちます。ママンボウ引っ込めてくる。はい大変っすね。なんかまあステロのダメージでガシガシ削ってるからオッケーっちゃオッケーなんだけど、まあ高速スピン連打でいいわ。落としてくれるならそれはそれでいい。さあ悪の波動打ってきて、ドンファンはやられてしまう。じゃれつくで落とせると思えないんだよな。ただじゃれつくで行くしかねえな。で毒テラスされるとやばい。ケタグリの方がいいかな。いやじゃれつきましょう。いやケタグリの方が良かったかも。お、いけるか。ナイス、サザンドラ倒してのデカすぎ、デカすぎ侍。さあオリーバを繰り出してくるということで、力を吸い取るだと思うんでグレンアルマに引きましょう。ママンボウってどっちの方が耐久あるんですかね。エナジーボール OK。 ママンボウってどっちの耐久が高いんだ。防御80、特防45か。じゃあここ波動弾打ってママンボウにエナジーボール打ちましょっか。エナジーボール打ち込んでいく。耐えられんの。 HP165 伊達じゃねえな、マジでな。マジで伊達じゃねえな。ただ波動弾で多分落とせるんで、守るを使ってくる。だから次のエナジーボールは受けれないっすよ相手 HP 的に。おっとテラシタル切ってくる。何テラシタルになるんだい。草テラシタルか。受けれますよね。オッケー、じゃあここアーマーキャノン打ちましょう。うん、でママンボウはこれで守るされたとしてもアーマーキャノン、アーマーキャノンで多分落とせるから、あとはやつの収穫を封じれればなんとかなると思う。収穫を封じましょう。マスカーニャに引いて叩き落とすで、相手のお盆の実を叩き落としてあげて、大地の力を持っている。なんかケタグリで落とせねえかな。いやさすがに舐めてるよな。え、安定取るなら叩き落とす打っとくべき。うん、さすがに。いやこれ絶対ケタグリで落とせた気がする。ちょっと待てよ、特防の方が高いんだ。じゃあここグレンアルマに引くわ。耐える、よし、オッケー。急所に当たっても耐えてしまう。じゃあアーマーキャノン打ち込んでいき、ぶちかます。うーむ、オッケー。まあ結果オーライかな。大地の力は押せなかったみたいだね。うん、なんとか勝ちました。対戦ありがとうございました。
マッチングいたしました。相手がキラ・フロル・カイリュー・ヒート・ロトム・ドドゲザ・ミミッキュ・サザンドラということでよろしくお願いいたします。キラ・フロルが厄介なポケモンですね、普通にね。かといって、ドンファンとか出すと普通に巻かれるのが嫌だな。毒ビシよね。だからサーフ号から入っていき、裏がドンファンで、ラスト1体はマスカーニャで行こうかな。だからヒートロトムが若干重くなっちゃうかなって感じなんだけど、まあこれで行っていいか。それかグレンアルマもねありなんすよね。だからそれだと海竜がめっちゃ重くなっちゃうか。海竜が重くなっちゃうか。いや、グレンアルマで行くわ。お願いします。さあ、お相手先発キラ・フロルから繰り出してくるので、わしはサーフ号をバッチリ投げていって、まあゴールディングラッシング連打しちゃいますか。相手が何の方だか分かんないけど、殴ってくる方だと嫌だなーっていう感じなんだけど、なんか悠長なことやってこい。マットショッティング、オッケーで、素早さ1段階下げられるとサーフ号キラフロル抜けねえんじゃねえかな。多分最速で育成してると思うんで、マットショッと連打で落とされちゃいそうだけど、ここでマットショット打たないだろう。打つんだ。サーフ号絶対倒、なんか弱らせたいマンだね。ただ毒ビシもステロも任せなかったんで、それはそれでこっち有利なのかなっていう気はする。ここで出てくるのがサザンドラで、スカーフってのはバレてるから、まあドンファンに引いて、ここでアックの波動打ってくるかな。なんか相手身代わり悪巧みとかじゃない？ですよね、サザンドラさん。それはね無理なんすよ。それは問屋が下ろさないんすよ。なぜかって、わしアンコールをしようからです。はい、悪巧みなんて打っちゃって、それダメダメね、本当にダメダメよ本当に。さあ、アンコールを打ち放つことによって2回高速スピンできたらアド。ただ裏にミミッキュがいる可能性あるんで、まあ泣きにしも必ず成功するわけではないんだけど、さあ高速スピンを打っていく。身代わりが攻撃を受けて、これで素早さが1段階上昇して、もう1回高速スピンだね。でミミッキュいた場合はその時は地鳴らしとか打てばいいから、なんとかなる。ここで相手照らしたら切る必要あった？あんまない気がするけどな。悪巧み積んでくるでしょ。でも2回多分高速スピンしたらサザンドラ抜けると思うんですよね。割れないけど、身代わり割れないんだけど、サザンドラ多分縛れてるこれで。でまだ相手アンコール切れないでしょ。だからもう1回高速スピンしちゃって、いや多分抜いてるから、ここステロでいいと思うんだよな。ステルスロック巻くわ。ほらね、抜いてる抜いてるので、またアンコールできちゃうよ。さあアンコール状態が解けたんで、まあここをまたアンコール打ってあげればね。ああ、サザンドラ引っ込めてくるいいね、ドドゲザンを繰り出してきた。さあアンコールうまく決まらない。食べ残し型か。まあここ地鳴らしでいいね。ああ守るを使ってくる。地鳴らし持ってんだよな。引いてきそうだけどな、ここな。いや、いいわ、ここ地鳴らし連打する。さあ、ドドゲザン引っ込めてきて、またサザンドラを繰り出してくると。まあ、ここ高速スピンでいいね。多分悪の波動を打ってくると思うんだけど、あ、ラスターカノンなんて打ってくれんの？え、それバックアドなんだけど。じゃあ、ここ、アンコール、勝ちまいて、相手にラスターカノンしか打てない状況を作り上げて、ドンファンが倒れていく。じゃあグレンアルマ出しちゃっていいね。で波動弾でいいわ、ここ引いてくる可能性全然あるんで。であとはグレンアルマ大事にしてあげればいいよ。よっしゃ、引っ込めてくれ。はい、4倍弱点と。で相手直帰じゃないの確定してっから、
波動弾が突き刺さっちゃうんだよね。4倍弱点でドドゲジャンぶち倒していく。今回のさ、やばくね、ドンファン。完全に相手をぐちゃぐちゃにしたんだけど。やばすぎやろ、これ。で、こっからは、草テラシタル切って波動弾連打しとけばいい。で、悪の波動もラスターカノンも等倍になるんで、まあ、ひるまなければ。ひるんじゃうと、気合ボール当たるか当たんねえかみたいな勝負になっちゃうんだけど。オッケー、受けれてる。ひるんで技が出せない。いいよ、全然。まだチャンスあるから。波動弾打ち込んでいく。はい、オッケー。完璧侍。気持ち良すぎじゃろ、今回のバトル。いい感じにドンファン突き刺して相手をバカバカにしたぞ。対戦ありがとうございました。いかがだったでしょうか。結構ね、相手のことぐちゃぐちゃにできるんで、すごくね、使ってて楽しいなと思いました。さらにやっぱり今、ステルスロックを巻くっていうのがね、海竜に対するメタになっていて、やっぱりどうしてもどっかでステル巻きたいんだけど、頑丈があればね、最悪ステルは負けるんで、100%。うん。だから出し負けでも無理やりステル巻いて、裏の2体でね、ぐちゃぐちゃにするってことも可能ですから、全然ね、このドンファンポテンシャルあると思います。相手が隙を作った瞬間に、もうアンコールとかね打って縛って裏のポケモンの、起点にすることもできるんで、使ってて非常にね運用しやすいポケモンだなと感じました。この動画を見てドンファン面白そうだなと思った方は育成してみてはいかがでしょうか。ということで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。